ジャパンビンテージとは、主に1970年代から80年代に製作された一部の高品質とされる日本製ギターの通称である。グレコによる成功なギブソンレスポールのコピー、1980年生、1960年代後半以降、フェンダーやギブソンなど米国の著名なエレクトリックギター、ブランドの製品は、経営権の移転やコスト削減のために、 品質がそれまでよりも劣ったものとなっていった。そして両社が人気モデルのリーシューに積極的でなかったのに対し、日本のギターメーカーがそれらのコピーモデル制作を通じての制作技術の蓄積や NC ルーターをはじめとする新型の製作機器の導入により、1970年代以降円熟期を迎えた。これら日本製のコピーモデルや各社独自のモデルにおいて、 時には本家を量駕する品質と価格を実現していた。この時期の日本製ギターへの再評価として、2000年以降新興ミュージック社の書籍などの影響でこの呼び方が定着した。1990年代以降は、米国のギターブランドも製作方法の逆輸入などを通じ品質を回復したとされ、少数生産のカスタムショップやメーカーから独立した。 ギター職人のブランドなどの選択肢も増えた。その一方で、日本、米国とも安価な楽器の需要に応えるため、大量生産の楽器として、コスト重視で制作されている。そのため、一部のブランドや機種以外の多くは、1990年代後半以後は、韓国、2000年代よりは、中国、2010年代よりはインドネシア等、人件費の安い国での生産に移行され、 日本のギター生産は衰退した。1970年代のアイバニーズ AR1983 年生、アリアポリエチレンこの時期に発表された、海外ブランドからのコピーモデルや派生モデルではない、日本独自のデザインのギターのうち、1960年代の第一次エレキギターブーム期のビザールギターとは明白に異なり、また80年代の流行であった。 ヘビメタルギターでもない優美なデザインのものがいくつか生まれた。こういったモデルを現在にも通用するデザインとして再評価する流れがあり、ジャパンヴィンテージモデルとして再生産なども行われている。こうしたモデルの例として2006年発行の書籍では以下が挙げられている。1982年5月設立のフェンダージャパン製品にはその後数年の間、 JV から始まるシリアル番号が用いられた。これはそのままジャパンビンテージの意図とられるが、当時多国生産、逆輸入という形で世界戦略を端緒につけた米国フェンダー社がシリアル番号の区別、整合を取るため日本製のビンテージスタイルモデルという程度の意味合いで要請しただけで特に強い意味はない。しかし一方、当時の関係者らの 日本のヴィンテージとして後世に残るものを作るという意気込みの表れであると受け取るような俗説もあるようで、ある。ともあれ、この時期のフェンダージャパン製モデルは、手の届きやすい価格の高品質ヴィンテージ、リーシューとして中古市場で人気が高いことに違いはなく、日本国外にもファンサイト、研究サイトが存在する。上記、新興ミュージック館のシリーズ一覧。ありがとうございます。